翔子の死亡推定、その時ぼ、わからない。土曜日の午後、沖浦が殺され、やはり同様に。いや待て、イリスとオータの時は、俺は動画を見、最初の数分、あの時はまだ、どこかカメラには映らない場所。その時ボス、接続した基地局。ボスは携帯、通話に使われ、冷凍倉庫から一度、アビスの PC にアクセスし。ボスが第二の、証拠、五人ともつ、その可能性は、なぜなら瀬島は、証拠や起き、だって、ボスの居場所が分かったぞ。GPS の信号。どこだ？ボスは今、左岸家に、瞳の家に。なんだと？相棒、ボスの携帯。了解。ボスの剣、まさか。伊達かなめ、殺人容疑で逮捕する。な、なんだって。おとなしく銃を捨てろ。知らないわ。ここに来た時に、なんでここ、あなたに押してそれはこ、あなたがなだ、バカな、とぼけた、冗談、お前がだ、バカバカし、見たんだ、お前が瀬島、いい加減にして、くそ、戦うつもり、それしか、やめておけ、彼らと、じゃあどう、うむ、なだで、調理台の上にあるの、お前のだ、ん、雑誌だよ。雑誌って、いいから見てみ、そんな、バカな、これはもしや、一部のマニアの間で語り継がれているって。エボルバーに変え、煙に向かって放な、
なんで、うるさい。おそらく気を失っているだけだろう。右肩と左足を負傷しているが。粉塵爆発。あ。だが、だったら小麦。それでは、お前の反応速度。っていうか、ただの料理雑誌じゃねえか。ボスは相変わらず、ですが、脳波も安定して。伊達、分かってるだろ。塀の中に帰、府中刑務。そうです、ここに長く。そりゃそうですよ。さっき、相棒から、データには、つまり、左目をすると、あるいは共犯者が僕が協力、僕だってし、伊達さんと同じ。ボスは右肩を脱臼、左足の飛骨ですが、このまま死ん。ピューター、いつでも、よし。伊達さん。わかってる。制限時間は6分。それまでに必ず戻ってくる。じゃあ、行きますよ。ちょっとの天気。そういう登場しなきゃいけない決まりなのか？努力目標ではある。こんな時に。こんな時だからこそ、私はお前を。まあいい。ところでここは、廃工場のようだが。ボスのやつ、一体何を隠してるんだ？オムニウムスキャン開始。なんとかドアみたいなドアだ。
れ、鍵がかかっ。錆びた金属扉だ。それで錠を壊すんだ。わかった、試してみよう。おりゃおりゃ、壊れたぞ。よし、鍵がたくさん振って、その中の一つ探さなきゃいけない。何か目印が。そうだな。なんとかドア見…鍵だ。この鍵だけ、アイスピックが…これが正解みたい。俺の言った…タグに A と書いて…俺を褒め…A の何かにつ…俺を…なんとかドア。さっき拾った鍵がつ。ああ。開いたぞ。どうやら空間がめちゃくちゃにつながっているようだな。B と書かれた。鍵はかかっていない。ふむ、2階のようだが、明らかに今開けたドアの先ではないな。まるで迷路だ。ドア同士の対応をよく覚えておこう。C のドアだ。
鍵はかかって。二階から出たらまた二階。伊達さん、残り4分切りましたよ。ドラム缶が…あの扉を調べ。残り3分切りました、伊達さん。D のドアだな。ダメだ。
錆びた金。鍵はかかっていない。またこれか。次は無闇。鍵だ。時計の針は8。これが正解。土曜日の午後。鍵のタグには D のドアだな。さっきの鍵を使うぞ。ああ、開いたぞ。この扉もか。壊れたパイプ。おりゃ。おお。いや、今赤。錆びた金。あと1分もありません。急いで。これなら開けられそうだ。鍵だ。タグに制御卓と書いてある。制御卓？すぐそこのやつのか。モニターやボタン。だいぶ。モニターや。えい。お。で。
なるほど。この足場を動かしてみよう。モニターやボタン。ほい。縮んだ。モニターやボタンが。ほりゃ。お。な。モニターやボ。ほい。伸びた。これで別のルートに行けるようになったぞ。 B の扉の近くのようだ。もう30秒もないです。Dダッシュのど。もう時間がない。伊達、もうくそ。
B と書かれたドアだ。鍵はかかっていないようだ。ふむ。まるで迷路。C のドアだ。鍵はかかっていないようだ。ふむ。2階から出た。伊達さん、残り4分切りましたよ。ドラム缶が割り。錆びた木。鍵。時計の D のドアだな。さっきの鍵を使うぞ。ああ、もちろんだ。開いたぞ。壊れた。計算通りだ。いや、今あからさまに驚いてただろう。残り2分ないですよ。急いでください。これなら開けられ。鍵だ。制御だ。モニターやだ。この鍵。モニターやえいっ。おでな動か。モニターやほい。モニターやほり。モニターやほい。伸びた。これで別のルートに行けるようになったぞ。 B の扉の近くのようだ。D ダッシュの
なんだ。あと1分もありません。急いで。もう30秒もないです。E のドアだ。もう時間がない。なんだ。あと1分もありません。急いで。
C ダッシュの。B ダッシュ。もう30秒もないです。F のドア、これは初めて調べるな。もう時間がない。鉄製の橋。行くぞ。錆びた金。開け。相棒、3階の制御室に戻れ。一体どういうことだ。伊達、何をやっている。6分経ったぞ。これ以上は無理です。伊達さん、
お前の頭を覗かせてもらった。その結果、分かったことがある。今回の第二サイクロプス連続殺人事件、太田を除けば犠牲となったのは合計で4人だ。名波翔子、沖浦、左岸、そしてさ、この4人を、まず第一の犠牲者、次にイリスは、では言うまでも、つまり4人は、犯人は1人、一応だが、実際犯人はたった1人。それは今、それってアビスの指揮官であるこの私のこと？違う、ボスのことじゃない。ボスの頭の中にいる。わけわかんないこと言わないでくれる？そうか。樺崎地区にある廃工場の、そこにシンク、お前はその装置を使って、つまり自我と記憶の視点がどっだが、と、次に沖浦の、そこで用済みになった証拠の、沖浦の、乗り移ったお前は、さらにその後は、冷凍倉庫でイリスと太田の、お前は今、その、そこまで知ってるんなら、もう隠してもしょうがないね。そう、僕が第二サイクロ事件の犯人だよ。二代目のサイ、うん、僕だよ。随分とモノマネがうまいな。喋り方や身振り手振り、さっきまでのお前もボスの演技。ああ、それにはそのことを説明する前に、まずある人物の自我と記憶のワンセットを人格って呼ぶことにするね。正確な意味での人格とはちょっと違うけど、それ以外にしっくりくる言葉が見当たらないから。次に、その人格がこの現象を転移する方は犠牲者。どう？で、さっき人格の交換が頭の中に一、だから犠牲者は、その記憶、僕が冷凍倉庫や散歩家のことを知ってたのも、だからだよ。沖浦やイリスの頭の中に、その記憶が、だから僕だって言って、なんで同じってことは、僕の記憶に、一体その前になんで知ってたの？それだけじゃな、君はシンクレベルが臨界点を、どうして？それは、もしかして記憶を取り戻しつつあるとか。人間の記憶は従って一部だけしか残ってなく、記憶のかけらは徐々に徐々にゆっくりと時間をかけてね。ひょっとすると君の頭の中でも同じことが。フラクタルとは自己相似性を持つ図形のことだ。例えば、こんな感じのものや、こんな感じのもの。どの断片を切り取っても、似たような形、部分に全体、そういう図形の、脳内の記憶も同じようなもの、ゆえに、わずかな記憶、平行世界は確実に、
名前はサイト、名字は瀬島、国会議員、瀬島総の息子だよ。なんだと？サイトのことを調べてみた。だがどこのデータベース戸籍上は確かに。いいよ。まだだいぶ時間があるしね。時間？まあそのうちわかるって。で、どっから話せばいい？君が言った通り、僕の人格は沖浦の前の、だから沖浦を呼び出すのは簡単だったよ。ちょっと相談、そう言ったら、時間は確か、場所は樺崎、そこで沖浦には眠ってもらう、シンクして、人格を交換し、不要になった翔子の体を、アイスピックでめった、それから翔子の死体を、ああ、廃線に、デコレーションが、メリーゴーランド、その後すぐ、あとはひたすら、土曜日は夜になるまで僕の次のターゲット。いきなり廃工場に呼び出したら怪しまれる。電話をかけたのは夕方、そこでイリスと合流し、大谷目撃されちゃったのは、とにかくそんなわけで、その途中で、突然あんなところに、着いたのは多分7時ぐらいで、イリスの体を手に入れた僕は、ぐるぐる巻きにしたエプロンを使って、その後、あらかじめ用意しておいた散歩けのドラム缶に、それを車のトランクに積んで、が、秋葉の交差点で信号、相手は太田だった。アセトンちゃん、運転なんてできるん、太田はそう言って、トランクに積んだドラ、そもそも、沖浦の車で秋葉の今後の計画、そこで僕は、私免許持ってないの。だから、太田のナイルにあった。さて、そんな感じで、それから後の。日曜日は午前中、ああ、もちろん、その時僕が帰省していた人物、なるべく怪しまれたくなかったから、で、レムニスに終わって事務所を出たとこ。正直、前日の夕方、沖浦、その時の様子、つまり日曜日のタイ、いずれにせよ逃げたらますます、そう思って僕、取り調べが始まったのは確か8、それから君は多分有効な手が、その結果僕は無事にか、そのまま家まで送ってもらわなかったのは、見張りの連中がたくさんいるんじゃないかと思ったから。見張りがいたら夜中に抜け出すのが、そこで君を誘ってマーブ、ここで再び太田からない、こいつは使え、瞬時にそう判断した僕は、彼は僕の、その後僕は、だけど太田の存在が邪魔だったから、その間に僕は彼の、そう、瀬島家の屋敷とはいえ、やあ父さん久しぶりなんてことを言いながら屋敷に乗り込んでいくことはできなかった。だってその時僕は、でもだからこそ父さんはそう確信してインターホンを押すと、案の定、僕は父さん一緒に来てほしい。父さんはしばらく考え、廃工場に到着、人格交換を、ここから先は正確に言うと昨日、月曜午前0時を、新たに父さんの体を手に入れた僕は、薬、そして一路、沖浦水産冷凍倉庫へ。着いたのは午前1時ぐらいの、ああ、ショーっていうのは、父さんの人格、庫内の激しい霊、それから先の太田の登場は合計で3回になるかな。
ちょっとカチンと来ちゃったから、白熊の着ぐるみを着せ、別に犯人にどっちかっていうと、まあバレたらバレた。これが、冷凍倉庫を出た。月曜日の行動については、昼前父さんの脳内に寄生、そう。ボスにね。君は知らないかもしれないけど、父さんとボスには、二人はある、そのことをほのめかすと。そこで僕は、意識を失ったか。で、シンクして、人格を交換して。父さんの頭を銃、事前に用意し、君はシンク装置の、だったら説明、僕は誰かとは違って、が、つまり、僕はただ、そのためにはどう、じゃあ、そんなの、僕が A から B の体に、そいつの目玉を、これからその肉体、翔子の目玉は、沖浦の目玉はイリスの目玉は父さんの目玉はこのボスのお腹の中にある。まさかお前、うん、そう、みんな僕が食べちゃった、人格交換した直後にね。なんてことだ。まず第一に、殺人は僕の趣味だから。これはもう性癖みたい。もちろん口、僕が A から B のそいつに証言されたら、それからあとは、君に対する復讐の意味もあった。僕は君に対して、だから君とミス、ただし父さんだけを、父さんに寄生したのは、極めて私的な理由によ。ああ。あんまり深く突っ込まないでよ。恥ずかしいから。今回の一連の殺、様々な肉体を渡ってさ、目的地どこだと思う？我が家だよ。自分の家さ。すべての旅は、我が家に戻って初めて完結する。僕の旅も同じ。かつての自分の住処に戻った時。というわけで、そろそろ返してくれないかな。その体。え？そいつは、もともと僕の体だったんだ。それを君が、6年前に奪った。だから僕は君のことを憎んでるんだよ。何を言ってる？僕は君の体が、いや、その特殊な機能を持った脳みそが、恋しくて恋しくてたまらないんだ。何人殺してもダメだった。ドーパミンやエンドルフィンが出ないんだよ。あの時みたいに、とろけるような絶頂感が得られないんだ！それって、もしかして。彼は生まれつき、脳下垂体高揚の部分に。ああ、それはかつ、だけど今そのか、だからそ、だが俺には、それは私が定期的に補ってやっているから。少し薬の量を増やしす。いや、その機能障害を患っているのは、
初代サイクロプスの一人である89号では。私もさっきまでどうやら我ピュータはサイコパスの男が収監されたとは一言、あいつはただそれはだってそれじゃあ89号の方が先代の組長熊倉ローハってことに。だからそういうことだよ。おそらく89号の脳内にはローハンが寄生しているんだ。ピュータはそのことを知っていて。そんな。とりあえずサイトの方から順を。サイトはボスの前に誰の脳内に。瀬島だ。瀬島の前、ま、イリス。その前はさらに遡。じゃあ翔子の前は。僕は6年前から去年までローハンの脳内に寄生していた。ほとんど記憶を失ったまま廃人のようになって特殊な病院に収容されてたんだ。だけどほんの少しだけ記憶のかけらが残ってて。さっき言ったよね、人間の記憶は。僕はゆっくり全てを思う。病院を抜け出した僕はすぐに翔子を呼び、僕は翔子の、逆に翔子の方はローハンの体、その姿を鏡で見、錯乱し我を忘れ、ローハンが自殺した。それから僕は翔子の体を、その時に、だから僕は知ってる。そこだよ、君が今所有僕の全人格は。待て、もしお前の言ってることが正しいとしたら俺の人格はどうなる。当然ローハンの中にあったことになるだろう。だが俺はローハンじゃない。そうだな。だからさっき言っただろう、ローハンは89号に寄生してるって。つまりあれが俺の本当の。悪いけど、そろそろ時間だよ。その体、返してもらわなくちゃ。方法は簡単だ。もう一度シンクして、6分以上、この頭の中に留まり続けてくれればそれでいい。断ったら。君は絶対に断らないよ。僕にはわかってる。伊達さん、大変です。これを。リアルタイムの配信動画です。体を返してくれ。ああ、言っとくけど、カバサ。アイボー、配信も。海外のサーバーを何重にも経営。特定はこ。ピューター、大好き。わか。さあ、どう、僕のお願い。君は絶望い。
やった、やったぞ。僕はついに全てを取り戻したんだ。おい、瞳はどこだ。わかったよ、約束通り教えてあげる。ボスの家だ。もっとも今さら行ったところで手遅れだと思うけど。なんだと。そんな、どうして。体を返してくれたら場所を教える。僕はそう言ったんだ。つまり約束は守ったってことに。てめえ。その体を傷つけたのは君だよ。自業自得ってやつさ。それじゃあね。ただサイドに本何も。平行世界は もっとマシな未来って。